昨日 MRI を取ってきたよ。定期検診に行かないといけないんだけど、ぽっかり綺麗に穴開いてる。感動した俺は。すぐぽっかり開いてんの、すごいんだから。あれ写真撮らせてもらえんのかな。写真撮ろうかな。次行ったらもらえんの。あ、じゃあもらおう。そりゃそうやな、俺が金払って MRI って言ってたもん。うちの母さんもさ、医療施設みたいなところで働いてんだけど、そこのさ、なんか友達にさ、手術室に立ち会う人がおって、で仕事がさ、なんか脳手術なんだって。で脳みそバカーンって真っ二つに湧くん、あの頭を割るんだってさ、まず。でその割れたこの頭を洗う人の役割だったらしくて、肝が座ってるって話をされてさ。でもその話で気になったのがさ、この脳みそポカって開くじゃん、これ洗うぐらい汚いんだと思って。人って生きてるだけで汚れんだと思って、ちょ洗ってみたくない。自分のさ、この脳みそのこの内側どんだけ汚れてるか見てみたくない。人間って洗えないところたくさんあるじゃんね。でそのさ、際どいラインが耳なんだよな。だからみんなぐちゃぐちゃやっちゃうわけ。やらないように、耳は。耳やんないように。君たちいるでしょうか、この話前にもしたけど、あれ人間の触れるか触らないかラインのギリギリなとこなんだよな。耳って、耳あか、耳掃除めっちゃする人ならわかるけど、ギリギリ攻めてんなってわかんだね。キュンってするから